なんか完全に時代はですね何を買うかとかどこに行くかじゃなく誰から買うか誰から聞いた場所に行くかみたいな時代に変わったなと思ってます最近皆さんお買い物とか行った場所のことをいくつか思い出しながら聞いてもらうといいかなと思うんですけど例えば僕は最近、えっと、テイラー・バートン見に行きましたねなんでかっていうと西野さんが捨てがけてる作品だから行きました もちろん、宮迫さんが出ているから行きましたとかも含めて、誰がその作品を作ったかとか、誰が出演しているかで、エンタメをもほぼほぼ決めてるかなっていうふうに思います。あと最近見た、最近映画結構行ってるんですけど、RRR、もインドのね、確かね、全世界で56個ぐらい賞を取ったとんでもない作品なんですけど、3時間ぐらいの映画なんだけど、飽きずに待って、 高く飽きずに最後までブワーっとジェットコースターのように見えて、見終わった後なんか爽快な気持ちになるっていうとんでもない映画で、去年の10月31日公開かな。今でもまだ映画館でやってますからね。あ,あの映画も絶対大音響豪音上映がいいと思うんですけど、まあそれも、えっとね、秋子さんにあの映画に行こうよつったら、 RRR だったら行くって言ったんですよで。珍しいなと思って、結構ね、激しい戦いだったりするんで、なんで RRR はいいの聞こうって聞いたら、オンラインサロンメンバーが勧めてくれたから。なるほどと。そういうのもありますよね。あと最近僕ライブ行ったので言うと、アリアさんですね、アリア。一生ので声を上げてのアリアですね。日比谷の夜音にライブ行ってきました。 じゃあなぜアリアのライブに行くことになったか、そもそもなぜアリアを私が知っているのかっていうと、焼肉マフィアのイベントに来てくれたからなんですよね。えっと、バイオリンを弾いているリサさん、お母さんと一緒にね、来てくださっていたので、なんならその後アリアのメンバー4人ぐらいと来てくれましたからね、また焼肉マフィアに。そこで話をしたので、ああ、じゃあ行くよって言って、僕あのファンクラブ、ファンファーレまで入ってますから、<laughs> っていうふうに、やっぱね、人なんですよね、全部。 最近アマゾンでバイタスっていうメーカーのプロテイン買ったんですよ。それもね、えっと、ハーチューさんの元旦那さんの AV 男優のシミケンさんがおすすめしてたからなんですよね。あと MNM とかもやっぱホリエさんが勧めてるホリエさんのブランドで出てるやつを買ったりとか、やっぱ全部ね、オンラインで購入するときも、オフラインのイベントも、もうね、人なんですよね。購入の。 きっかけ、動機、理由が。ほとんどそうなってきてませんかで、こうなってくるとビジネスをやる上で一番大事なのは、やっぱね、人に知ってもらっているっていう認知と、貯めている信用、もうここに尽きるなというふうに思います。 で、この認知されていることと信用を貯めていることがどれぐらいなのか、これ目に見えないですよね。認知も信用も。それが目に見える形になっている代表例が、クラウドファンディングだと思います。やっぱクラウドファンディングでうまくいく人って、認知されていて信用を貯めている人。で、こける人って、 全く知られてない誰かわからないプロジェクトに誰も支援しないのでえそして誰かは知ってるけど信用がたまっていない人のクラウドファンディングは応援しようと思わないんですねそれぐらいクラウドファンディングは認知と信用この2つが可視化されるものだと思いますでうちあのカモファンディングっていうねクラウドファンディングプラットフォームをやってるのでとにかくうちのまあサロンメンバー中心にバンバンクラウドファンディングに今挑戦しています 例えばね、山本隆二さん、耐熱大陸上映会のクラウドファンディング、まあ、現在、838万円の支援。とんでもないですね。まだ始まって1週間経ってませんから。え、そして高橋マチャピロ介護協会の革命家ですね、のベスト介護ジャパン、第2回,回大会かなの支援が205万。あとは、古事記プロジェクト、ウェブ3のね、古事記プロジェクト、村上さんがやってる舞台、えー、これ、残部等って読むのかな ?215 万円ですよ。すごくないですか もう完全に認知と信用です。で、まあもちろんこの認知っていうのは、もう例えば日本全国に名前に届いてる人はいないですよ。山本隆二さん、高島ピローさん、村上さん。別にね、日本人に知られてる人じゃないです。ただ、僕のコミュニティの中で認知がめっちゃ取れてるんですよ。ボラッサーとかもやってくれてたりとか、Web3 王子さんのオフ会にもう絶対顔を出したりとか、あとは僕のボイシーの スポンサーでもよく名前を呼ばれる人たちじゃないですか。公式プロジェクトの村上さん、高橋マチャピロさん、山本隆二さんってめっちゃ出てきますよね。それこそ今月は山本隆二さんのクラウドファンディングを応援しているビーズの細野隆史さん。もうこういう人たちはもう名前がね、知り渡ってるので認知がバッチリ。そして信用も貯められてるってことです。で、えっと、久保田望む。 ボイシーパーソナリティもやってるね。あの、ウェブ3おじさんを一緒に僕とやってる、久保田望む AI アーティストとして超有名ですよ。認知バッチリ。だからこそ、クラウドファンディングやる前、めっちゃビビってました。<laughs> 大丈夫かなって。でなんでかというと、認知が取れているのに、 もし支援が集まらなかったらそれは信用が溜まっていないことの証明になってしまうからです僕ねこういう不安とか恐れ怖さを知ってるってビジネスセンスがいいと思っていますそういうことわからない人ってビジネスセンス悪いんですよだから認知が取れてるからってうまくいくと思ってバンバンね無謀なチャレンジをしてこけるんですよね もちろんそれは学びにもなるんですけど、一回でね、それは学んでいかないと次はないなっていうふうに思います。まあそんな中、久保田望もね、初のクラウドファンディング挑戦して、一日で936万円ですよ。すごいことだと思います。自分の個展を応援してくれるパトロンを募集ですっていう内容ですね。非常に伝わりやすい、いい内容だなっていうふうに思いました。 ともすればお金の話をするだけで銭ケバですかとか詐欺だ、宗教だって騒ぐ、本当に知能レベルの低い人が多いこの日本において、爽やか。僕のパトロンになってくださいって、すごくいいと思う。アーティストとして本当に必要かつ本質的なメッセージを発信したなっていうふうに思います。まあ、それも含めて伝わったんじゃないでしょうかね。本気の覚悟は。936万円、見事だと思います。 で、もちろん、彼はね、このボイシーとかでも毎日発信しているので、そこで、シャキメンというですね、本当に久保田望むを応援しようというコミュニティができてるんです。もちろん、彼は僕のコミュニティのメンバーであり、そして久保田望むのコミュニティも作っていくっていうふうに、これからね、多分、コミュニティコラボレーションみたいなことがね、自然発生的に起きていくんだと思うし、もうすでに起きています。今日の結論は何か人の時代にも 完璧になったよねっていう再確認です。とっても重要なので再確認です。ビジネスの世界において成功するためにはこの人、認知と信用、この二つをどれだけ日常を貯め続けられるか、ほぼほぼここで勝負が決まり始めております。まあ、認知を獲得するために最も効果的なのは情報発信、そして広告。 この二つですね。例えば、ボイシーで言うと、ボイシーパーソナリティになるか、ボイシーパーソナリティのスポンサーになるかだったりします。そうすると、名前が知れ渡ります。認知が広がります。その後、信用です。実際に会いに行くっていうことがすごく大事。もちろん、オンラインでも信は貯められますよ。それは、いいねを押したり、コメントを押したり、シェアをしたり、えー、そしてクラウドファンディングで支援をしたり、EC サイトで購入をしたり、 そんな風に支援をするっていうことで信用が溜まっていきます。まあ、この二つをどれだけ日常をやってるかであなたのビジネスのこれからの伸びは決まるでしょう。 あとは活動範囲だと思います。世界中に情報を発信するっていうことをやっていくのか、日本国内に発信していくっていうことをやっていくのか、それともコミュニティの中で情報発信をしていくのか、特に情報発信よりも信用の方に軸足を置きたいんであれば、小さいサイズのコミュニティ選びがすごく重要だと思います。日本中に信用を貯めるってあまりにも難しすぎる数十億から数百億必要になってコスパが悪いと思います。 そういう方は、えー、オンラインサロンなどのコミュニティに所属して信用を貯めるというのが一番、まあ、本質的だしね。多分、向いてるんだと思います。ということで、まとめると今日の結論は、まず、もうビジネスは人の時代に完全になったよね。そして、その人の時代において重要なのは、二つ。認知と信用。 そして最後にそれを自分に合ったマーケットサイズで行う世界なのか日本なのか地域なのか自分がどのコミュニティで信用を貯めていくかを選ぼうということでございましたこのボイシーを聞いてくださってる皆さんがビジネスでも成功して経済的にも豊かになりそして心の余裕を持って精神的にも豊かになることをお祈りしておりますということで今日という一日が 皆さんとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー